12月入ってもうすぐクリスマス。No。メリークリスマスは禁止。和服は禁止です。ダメです。何もなくなっちゃいますよ。何もないですよ。半分ぐらい再教育権、完璧共産化ですよ。それ強制収容じゃないですか、ある意味半ば、ね。こんにちは、カズです。こんにちは、マックスです。越境 3.0! はい、マックスさん、こんにちは。こんにちは。はい、今日もマックスさんにお越しいただいてます。元アメリカ海軍情報局、そして軍事評論家、そして YouTube チャンネル、軍事歴史がマックスわかるのマックス・フォン・シュラーさんです。マックスさん、はい、今日もよろしくお願いします。どうも、ありがとうございました。もう11月も終わりで、12月入りますよ。入りますね。で、12月入って、もうすぐクリスマス。そう、いろんな、今、祭日ですよ。11月 の終わりに、感謝祭がある。そう、感謝祭もあって、あとクリスマスね。うん、でこれよく家族集まったりとかいろいろ話するとか、なんかすごいいい雰囲気な感じになってくるはずなんですけど、アメリカではその感謝祭もハロウィンもクリスマスもこれから禁止されるという、禁止されると結構損害になってる。私は最近アメリカにいる弟で、私のこの話聞いて、じゃあ感謝祭はどうしました、家族みんな集まって、 No、 奥さんと二人きり、うん、で一人の甥っ子、私の甥っ子、感謝祭をお祝いしない。お祝いしない。なぜ？アメリカが感謝祭って意味が、うん、初めての入植者がアメリカに来て、うん、1600何年ぐらい。それが生活大変だったら近くのインディアン、インディアンの部族が手伝いにしました。でそれが秋にまあいろいろ食料を食べた祭り、うん、ね、感謝。だから Thanksgiving、 感謝祭、それに感謝をするというお祭りなんですね。でもね、アメリカその後もちろん歴史してるとインディアンに虐殺しましたとか、なんか、ね、うん、そういうのあったから、だからこれこのサイドスよくない、ポリコリの人たち、うん、あとクリスマス、クリスマスはね、アメリカで大体メリークリスマスも禁止って結構、うん、学校でそれもう今年から禁止されちゃってるんですか。今年じゃない、もう5年から10年前ぐらい、10年前ぐらい。本当、本当。で、だん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 、例えば学校がその感謝祭の時とか、なんかクリスマスの時飾りいろいろつけるんですよ、学校の中で、はいはいはい、私それ覚えてるよ、小学校とか、なんか中学校、まあね、もう小学校の時はそういうの日本でもやりましたよ、みんなで飾り付けして、ね、でもクリスマスお祝いして、ダメです、ダメです。なぜか、例えばね、インディアンがいるんだったら感謝祭が嫌だ、うん、とかクリスマスだったらクリスト教じゃない人たちだったら嫌だとか、なんかね、傷なるかもしれない。得意の人種差別だっていう言い分が出てくるわけですね、これ、うん、左派の人たちの。そうそう、サンクスギブンのお祝い、お祭りやったらインディアンを差別していると。そうそうそう、クリスマスをやったらキリスト教以外の人たちを差別している、差別してる、人種差別だからこういうのはやるべきじゃないという、ね、左派の人たちの、まあ、過激主義な人たちの考え方と、あとハロウィン、ハロウィンもね、いろいろコスプレがする、するね、けど結構コスチュームによってはすごくダメなことがあるんですよ、うん、この一つの写真がインディアンとその移住者、うん、でこれが夫婦ですよ。でもそれは白人がインディアンに隠すると失礼、インディアンに失礼、やめなさい、うん、そのもう一つがこれメキシコ人かな、メキシコ人、右手でテキーラ持てるとかなんかね、うん、メキシコ人みたいにのんべとかなんか、それダメですよ、うん、でなんかちょっと日本っぽいの方の日本服ちょっとダサいけどね、うん、一応セクシーな格好してるこの日本人に失礼とかなんかね、ああこれね、そういうのね、とかあとこれここ本当に白人みたいですよ、あこの人は白人なんだけど顔の色黒く塗って、おおすごいダメですよ、レゲエミュージシャンのようなコスプレ、すごいダメですよ、ね、日本でもね最近私 YouTube で見てて、うん、ニュージーランドから白人女性、うん、もう日本に住んでる、うん、で彼女やぶさめやってるんですよ、馬乗って弓とやって撃つとかなんかね、うん、でその和服聞いてる、すごい批判聞いてるんですよ白人が、 あなた白人だから和服は禁止です、うん、ダメです、で日本人別にとかなんか、私もああいう白人女性がそういうことやる和服着ると当たり前でしょ、うん、ね、であと3つの写真がありますよ。数年前にアメリカのボストンの美術館、うん、でモネって一つの作品ラジャポネーズで、モネは自分の奥さんが着物を着いて、でこれが日本のボストン領事館となんか協力して、その同じような着物を着いて写真撮れるように、うんうん、この3人の活動者来ましたよ。これが左派の活動家が、そうそうそう、この日本人の真似して和服を着てるのは日本人を差別しているっていう考えなんでしょ、きっと。そう、それでたったの3人でその美術館辞めましたよ、うん、やってるお客様に
活動家が来るとやめなさいと、やめなさいとかなんかね、結構そういうあるんですよアメリカで。活動家なんかあなたやってることで嫌だだったらやめなさいとかなんかね、なんか余計なお世話だよって感じもしますけどね。本当にうるさいですよ。抑圧的だな、随分うるさいんですよ、うん、でこういうなあのモネのモノマネするとかなんかな、日本の着物着ると別にいいんじゃないかな、うん、正直私はたまに近所でジンベイでやってると、うん、これアメリカだったらね、マックさんジンベイ着てたら捕まるね。そう、これ本当に法律違反ではないけれど、うん、なんか社会違反で、あの抗議も来ますよ、うん、そういう思想が非常に強くなっているということですよね。非常に強いんですよ。なぜかというと、何、左派の民主党政権の政策なんでしょ、これが政策です。だこれが、文化の動揺、まあ、文化を潰す、うん、でそういう文化、例えばアメリカは本当に250年しかないぐらいですよ、うん、でもね、Thanksgiving とか感謝祭とかなんかクリスマスとかそういう昔からの文化って、ハロウィーンももうアメリカ独特的な、まあ、祭日ですね、うん、でもね、全部全てをなくする。これアメリカこんなこと続けたら何もなくなっちゃいますよ。何もないですよ。何でも禁止になると本当に面白くない社会ですね。何でも禁止、あの自由の国アメリカなんて昔よく言ってたけど、自由がどん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 なくなってますね今のアメリカはね。ノー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 、面白いの共産化に向かってますよ、どんどん向かってるよ、うん、でね、面白い、これちょっと話違うんですけど、うん、今バイデン大統領が結構具合悪い、もう年ですよ、うん、次は民主党の中で、これ民主党の中で次は誰立候補させるとか考える世論調査があって、次はカマラ・ヘラスが一番、副大統領カマラ・ハリス、うん、いや、やばいですよね。2番目がクリントン、ヒラリー・クリントン。ヒラリー・クリントン。元国務長官。はいはいはい。で、彼女最近こう言ってた。トランプの支持者について、マガ、みんな、Make America Great Again のマガの支持者。もしね、彼女大統領になるんだったら、半分ぐらい、再教育キャンプ。再教育キャンプ入れなければならない。というか、アメリカの人口今半分半分だから、民主党、共和党。じゃあ、そのアメリカの人口半分ぐらい、再教育キャンプに入れる。完璧共産化ですよ、それ。それ、あの、あれですね、強制収容じゃないですか、ある意味半ば、ね、だからトランプを支持するの方は犯罪。で、ヒラリー・クリントンも言ってるんだ。もう言ってました、宣言しました。はあ、怖いんですよ。で、怖いな。一応、アメリカ国籍ですよ。これ、注意してますよ、私ね。一応、一応トランプの支持者。でも、まあ、最近、ケネディの方も好きですよ。でも、それはいけないの考えだから、本当に。今の民主党政権の反対のことを言うと、うん、反対です、悪者。私は日本国籍取るためにまずアメリカ大使館に行けないとダメです、うんうんうん、インタビューが必要。うん、行かない方がいいんじゃないですか。私行かない方がいいと思う。行かない方がいいよね。だからちょっと待ってますよ。今だってマックスさん日本に住んでるからいいけど、うん、もしもマックスさんアメリカに住んでこういうこと発信してたらやばくない？いや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 、なんか来る、例えば税務署は調査するとかなんかね、うん、そういうトランプの支持者、あ、有名な本、うん、あの、ある会社、マイピロー、枕の会社ね、はい、あの、マイク・リンデルという人がね、1年間5回ぐらい税務調査が入ってるんですよね。はい、入ってます、うん。だからそれはもう完璧にいじめですよね。で、その人はトランプ支持者でしょ。すごい有名です。トランプ支持者だからって、まあ、民主党の目の敵にされて、税務調査がもうしょっちゅう入るっていう。しょっちゅう入ってます。そういうことが起きてるらしいです。マイク・リンデル。マイク？リンデル。マイク・リンデル。マイク・リンデル。枕会社の、マイピローという枕会社の社長ですね。そう。うん、だから今怖いんですよ、アメリカが。うん、本当に。怖いな。共産化向かってますよね。向かってます。うん。まあ私、日本に、とりあえず日本にいるから、うん、で日本語で言ってるからあんまり見られてないけれど、うん、いやマックさんね、日本から出ない方がいいですよ。そうですね、まあそのはっきりその金がないけど、うんうん、今アメリカ高いよそうということでね、まあ、その今アメリカが向かってる方向、うん、そしてまあアメリカがこれまで隠しておいた事実で、そして今後も隠しておきたい日本の歴史、うん、そういったことを、新刊の方で暴露されています。こちらです。アメリカ人が語るアメリカが隠しておきたい日本の歴史ということで、こちらマックスさんの新刊なんですけれども、うん、こちらがベストセラー1位で、そして今日重版が決まったという。重版決まりました、おめでとうございます。すごいですね。あのやはりみんな気になってると思います、うん、今のアメリカちょっとおかしいんじゃないかと。おかしい。でこれは日本のマスコミも言わないじゃないですか、こういうこと。全然日本に言わない。マスコミがもうテレビとか新聞とかはアメリカのそういう悪事とか
隠してるわけですよ。そうあれいいこと言わないとテレビ出られないんですよ。私も正直ある曲でちょっと言わないね、うん、YouTube でもインタビューされた、うん、あなたの本で書いてるものは本当ですかって聞かれて、いや本当ですよ。それインタビューだけでテレビ、うん、カメラの前ではなく、そうだからそういうのはテレビでは言えないことになっているので、言えない。日本のマスコミはアメリカのプロパガンダですから、プロパガンダね、ほぼ全てで、うん、なので、まあ、テレビや新聞では知れないような事実、それらをね、あのかなりショッキングな内容になってますんで、ぜひこちらの本読んでいただきたいと思います。概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、そちらの方からぜひご購入ください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本日はマックス・フォン・シュラーさんにアメリカの実態、いろいろとお話をお伺いしました。マックスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新してます。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。ありがとうございました。せーの、 Here we go。世界とつながりたいあなた、待ってます。